はい、どうも、広瀬ゲームズのせいです。今回は、ギルドオファー星6の、道場、あっぱれ一夜城に挑んでみたいと思います。でこちらのステージでは、最後のボスに土偶ですね、が出てくるので、メンバーはこちらですね。燃焼リゼロッテ。で、土偶の中身を、ミレイユで削っていこうと思います。で、まあ、幸いマーリンを持っていたので、マーリンで、まあ、SP をじわじわ回復させながら攻めていこうと思います。で、最初は雲ですね。雲、ウホ、土偶と出てきます。で全部 HP が非常に高いので、で、全員燃焼が入るということなんで、このステージは燃焼があればかなり楽に越せます。でまず周りで SP をじわじわ回復してもらいましょう。これが意外とありがたいですね。でリーゼロッテは、属性ですね。属性によって、与えるスキル1で与える効果ですね。まあ、燃焼とかの効果が変わるので、今みたいに武器スキルで炎属性を付与してからスキル1を使えば燃焼を与えることができます。で武器スキル その属性効果ってランダムなんですね。炎、水、雷がランダムなんで、まあ、ちょっと3分の1の運ゲーになっちゃうんですけど、まあ、こんな感じで燃焼がかかります。やっぱそれでも燃焼かけていった方がまあ早いですね。比較的早く倒せます。で、まあ、スキル1、3回ぐらい入れると燃焼かかります。で、まあ、燃焼で1万6000ずつ食らうんでやっぱり強いですね。ちょっと鮭装備の連覇なんですけど、なかなか運なんで炎属性がね、お来ないときはもうなかなかこの炎属性が来てくれないので、土偶も、燃焼入るんで、周りに SP リジェネかなり優秀ですね。
で、まあ土偶の中身が出てしまえば、魔導士がいれば比較的簡単に倒せます。多分1ターンでいけると思いますね。1ターンでいけますね。なのでまあ燃焼と、魔導士ですね、火力高めの魔導士がいれば、このステージは簡単にクリアできるのかなと思います。で、アクセサリーですね。まあ使えるのは使えるんですけど、まあまあまあやっぱなかなかいいの出ないですね。以上、ご参考程度にしていただければと思います。ご視聴ありがとうございました。